お、くっつった。おお、すごい。このね、ゾディアスのグラスのスピニングでぬぽっと吸い込んでくれました。やったぜ。おお、くった。よし、レンチャン。引き続きグラスだからぬぽっと刺さってくれました。よっしゃ。魚群れてますよ、魚。ねえ、静かにやったらもう一匹ぐらい釣れちゃうんじゃないのこれ。いやー、ギズモっちゃなー、なんだろうな、浮力がいいのかね。これバレるだろうって出方でもかかってんだよな、針に。これがね、ほんとギズモの素晴らしいところ。ちょっとね、サイズが巨大なやつとか出ないかもしんないけど、とりあえずもういけるところまでこれで。で、ラインはちょっとね、ワームの釣りもやりたくなった時用に、フロロカーボンの4ポンドライン。あ、今後ろについた。くえ、吸い込んだけどかかってない。もう一回、くえ。いやー、楽しい。ハイシーズンっぽい釣りだなこれ。これでね、でっかいのも混じったら超楽しいんだけどね。どうだろう、まあでも30センチぐらいまでの釣りなのかな。はい、あいつにこの、今エビだろ、根こそぎ釣ってやる。今エビ攻撃だ。3匹目は同じところから絞り出せませんでした。だがしかし、虫で釣れると分かったらこっちのもんだよ。バシバシ虫打ってっから。岸際のこの見えねえ微妙なとこにいるんだろう。湧いてこい。いねえのか。
たよ、乗ったよ、一発でふいふいふい、元気。お、ちょっとサイズアップ、よいしょ。あー、川市だけど乗るね、いい感じ。これで乗るんだね。おい、引き続きの3匹目、結構川一枚で乗ってるんだけど、本当バレないでね、上がってくれんだよね。まあサイズは引き続きちょっと小ぶりなサイズだけど、あー気持ちいいね、うん、ギズモで3匹目。よし、じゃあ逃がしてどんどん岸際打っていきたいと思います。またね、これも本当皮が薄皮のとこにピッてかかってるんだけど、これがね乗っちゃうん。はい、ギズモとバス君ありがとう。